こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。今日はあなたは正しい選択をしました、アマゾン最高というお話です。今ね、まあ旅行中なんで、旅行してるときは、まあ海外はインターネットの状況が悪かったりね、なんか今もやってますけど、部屋がね、うるさかったり、居づらかったり、今はね、たまたまね、1回、日本流で言うと2回、で、私がいる場所は6回なんですけど、2階でね、こう、リフォームしててうるさいと。で、この前のアパートも、4つ前のアパートも、なんかリフォームして、今回ね、まあなんかリフォームに縁があるのか、まあ割と工事でうるさいんですけど、まあそういう時にね、パソコンを持って、まあ外で仕事するのもいいんですけど、まあ本の方がね、本読む場所を探す方が簡単なんで、まあ本を読むということを言ってね、旅行の時は結構本を持ってきて読んでます。ね、日本でも読むんですけど、日本でね、あんま読まなかったけど、ちょっと気になる本なんかを持ってきてて、で、実は、昨日、一昨日ぐらいで読んだ本がね、非常にいい気づきがあったと。で、このマネジメント革命って本なんでね、まあ、マネジメントはね、私人を使った仕事はしないんで関係ねえだろうと思ってね、積んどくになってたんですけど、いや中身読んでみたら全然マネジメントの話抜きにしても、まあ、マネジメントをするのに、人をどういう状態に持っていくのがいいかっていう話なんでね、いやいや、これ一人で、で、私が自分でいつもサポートで言ってることの裏付けにもなるし、まあ私がね、今仕事、秋っぽかった私がこのサポートの仕事を10年間続けてる理由にもなるんですけど、まあ非常にね、いい気づきがあったんで、それをシェアしたいと思います。まず、この本が言わんとしてることは、フロー状態。ね。フロー状態ってのは何かっていうと、まあ、ついてる状態とかね、能力が発揮できる状態とか、ゾーンに入った状態というかね、乗りに乗ってるというか、まあ、そういうことなんですけど、まあそうそう、フロー状態入ると運も良くなると。ね、まあこれはもう、なんかに集中してね、やんなきゃいけないと、まあやんなきゃいけないっていうか、もうこれは何が何でもやってやるというね、ことでやってると、不思議と応援が現れたり、ラッキーがあったりして達成できたというようなことがね、多々起こるんですけど、それはフロー状態に入った時によく起こるというような話で、なんでそういうフロー状態とかなんとかっていう話が出てくるかというと、まあ、この人ね、著者は天下さんって言って、ソニーの CD とか IVO を開発した人なんですけど、もうソニーね、創業者の伊深さんの時代はもう無理難題の山積みだったと。まあ、その時にね、無理難題を達成できたのは、まあ、ごく最近になって分かったけど、フロー状態になるように、伊深さんはコントロールしてたんだなと。ね、まあ、コントロールしてたのか、伊深さんの考えがそのフロー状態と、マッチしやすかったのかは分かりませんけど、まあ、何しろフロー状態、ね、不可能を可能にした、ね、プロジェクト X とかね、そういうのに出てきそうな話。まあ、ソニーの話は多分トランジスタとかね、IVO はどうだったかな。まあ、いくつか多分プロジェクト X とかああいう話になってると思いますけど、そういうのがなぜできたか。ね。まあ、一見輸出には関係なさそうな話なんですけど、実はこれ、大ありでね、Amazon輸出やっぱりね、教えてて楽しいし、やってるね、サポートを受けてる、皆さんも、ぐんぐん伸びて、独立企業まで行く人が割と多発してる。まあ、それなんでかなと言ったのでね、これはフロー状態に入りやすい条件を備えてる、仕事だからだなっていうのを気づきましたんで、まあ、その話です。まず、ね、フロー状態に入るのに必要なこと。目標と能力が程よく合ってる。ね、これだけやってこの目標を達成するというのがね、程よく合ってる。まあ、これはあんまり簡単すぎると思えないですし、難しすぎるとね、まあ難しい、不可能だって言って折れちゃうんで、まあ、そうじゃなくてね、届く目標をきちんと立てる。これ何しろ、アマゾン輸出の場合はね、目標を決めるのは自分なわけですから、程よい目標を立てるっていうのは、自分で立てればいいと。
でスカイプ相談、ね、個別サポートの、会員さんなんかは私がね、今の年収はとかね、今まで稼いだ最高金額はとかね、何するんですかとか聞いて、まあ、程よい目標設定をしてるんですけど、まあ、目標設定を程よくすると、ね、そして状況を自分自身で完全にコントロールできる、ね、これ会社勤めてたらね、状況を自分自身で完全にコントロールできるとかいうシチュエーションにはなかなかならないですよね。ただ Amazon 使った販売の場合は自分で買って物を送るという部分だけなんでね、やるのはね、要は何をどれだけ買って送るか、もうこれ状況を完全に自分でコントロールできます、ね、状況を完全に自分でコントロールできる Amazon 輸出、ね、誰を使うわけでもないと、ね、外注使うわけでもない、まあ、使ってもいいんですけど、まあ、使わない方がコントロールしやすいですよね、まあ、コントロールして、結果を出すのは自分だけと、ね、自分が頑張れば結果が出るというのでね、まあ、非常にAmazon輸出ってこの、状況を自分でコントロールしやすい、そして行為に関する明確で素早いフィードバックがある、これが最高ですよね、だってあの商品売り出せば数日から数ヶ月でもう結果が分かると、ね、売れる数日で売れて儲かったっていうのはもう要は大成功なわけですしね、まあ、逆に、まあ、3ヶ月か半年経って、売れなかったら、まあ、それは失敗だったと、これは売れないんだなと、こういう状態の商品は売れないんだな、あるいはこの商品は売れないんだなっていうのが分かると、まあ、結果はすぐ分かります、ね、これはあのなかなかね、まあ、会社勤めとかね、あるいは副業でもアフィリエイトなんかだと、まあ、半年1年で結果が分かるかどうか、ね、果たして、まあ、今回、ね、基本給が上がらなかったのは何がいけなかったんだろう、ね、景気が悪いからかな、ね、上司が俺のこと嫌いなのかな、会社の業績悪いのかな、社長がケチなのかな、まあ、推測はできるけど分かんないですよね、ただもうあのAmazon輸出の場合はもう単純に売上で数字で現れますので、もう結果簡単に分かると。それからこの内発的動機に基づいて行動しているというのがフロー状態に入る条件なんですけど、これね、内発的動機って何よってことなんですけど、まあ、一言で言うと楽しんで行動していると、ね、お金を稼ぐのに楽しむかどうかっていうのはあんま重要じゃないような気がするんですけど、素人はね、ただ実際問題これやっぱフロー状態に入るためには必要だと。で逆にお金になるんだったら興味がなくてもつまんなくてもやりますっていう方で今までね、うまく稼げた人はいないです。能力がすごく高くても、逆に頭が良くて能力が高いからこそそういう自分なら興味がない商品でも稼げるって思っちゃうのかもしれないですけど、それ勘違いです、ね、やっぱりね結局興味がないものを、扱って稼げない、まあなんでかだ、フロー状態入らないからだ、ね、あの自分の力を発揮できない、ね、何の応援も受けられない、だからこの Amazon 輸出が、ね、理想的なわけっていうのは、この必要な条件を全て自分で簡単にコントロールできるか、もうすでに備わってる。だから逆に言うと、Amazon 輸出は無双状態に入ろうと思えば入りやすい、ね、逆に入れない理由を排除しやすいっていうのが Amazon 輸出の優れた点で、順序がちょっと中途半端になっちゃいましたけど、このね、どうやるとフロー状態に入るかっていう、これもちゃんと学問として研究している人がいまして、まあアメリカですけどね、まあ、この天下さんもそうですけど、アメリカにいて、そのアメリカ本場のアメリカの最先端の、発表会、最先端の、状況の発表会の時になんと出てきたのがね、ソニーの設立趣旨、真面目なる技術者の技能を最高度に発揮せしむべき、自由闊達にして愉快なる理想工場の建設という、まあこれに非常に有名な設立趣旨なんですけど、この自由闊達にして愉快になるというのがフロー状態になるポイントというのをね、このアメリカの学会に天下さんが出席した時に1枚目の写真で出てきたと。でその研究者とね、天下さんが、ね、食事をしたときに、このタイミングでソニーの取締役だったあなたが、あなたと話をするというのは非常に縁を感じるというような話をしてたというのが本の中で出てきます、ね、まあそれも要は
この天下さんがフロー状態に入ってたということなんですけど、まあ、どうしてもねこの、まあ、楽しんで、行動してる、楽しむためにはどうするかとかね、まああと運を良くするためには、朝すっきりしてると早起きすると運が良くなると、なんかいまいち具体的な話はなくて、その運とかね、運が良くなるとか能力を発揮するとか、まあ、そうじゃなくてもあのツール的な、ね、チート技的な何かないのという方もたまにいるんですけど、実際問題ね、あの物は溢れててすごく儲かる商品も見てるはずなのに目に入らない人もいる。逆にね、あまり経験もないのにそんなに儲かる商品をすっと見つけてくれる人もいる、まあ、この違い何かなって言ったらやっぱりその意識の差ね、あの運がいい行動をしてるか、運が良くなる、考え方で取り組んでるかというのが重要なんでね、まあ意識してあんまりこういう運が良くなるとかね、能力発揮とかっていうのはね、自分が重要だと思ってる度合いはすごく重いです。まあ、はっきり言って100のポイントを教えるとしたら95この辺の話でもいいんじゃないかなってぐらい本来は重要なんですけど、ただそうするとねなんか怪しい教えみたくなっちゃったりね、逆にそういうのだと、理解できる下地ができてないうちは全然理解できないんで、まあ、あまり意識して言わないようにはしてますけど、まあ今後は100のうち5じゃなくてね、やっぱり100のうち20ぐらいは言った方がいいかなと。まあ、何しろあの変にあれこれテクニック的なものを学ぶよりも、楽しめるかどうかっていうので、商品選びを考えた方が、まあ、全然結果として良くなってると。まあ、金額いくらとか儲けがいくらとかいうのでね、そっちに走っちゃうといまいちうまくいかないね。なんかブルース・リーの映画でね、月はなぜそこにある、って言うとね、考えるんだ感じるんだっていうのがありますけどね、まあ、実際問題なんかビジネスって縁物なんでね、まあ考えずに感じるのが重要だったりします、ね、まあそういう話があんま好きじゃない人は、まあ、聞き流して、でも楽しんでやった方が確かに楽しいなぐらいで捉えていただいていいんですけど、やっぱここ最近思うことはサポートしていて、なんでこれだけのね、能力があっていまいちなのかなっていう方と、おお予想外にうまくいってますねと、まあ、予想外っちゃ失礼なんですけど、すんごい順調にいってますねという人の違いはやっぱりね、そのやってって出てくる単語、やっぱ楽しいですとかね、ワクワクしますとかね、いうのが出てくる人はもうすごい、あの、順調にいって、おお、この商品よく見つけましたねという商品を見つけてきます。まあ、逆に難しいですねとかね、なんかいいツールないですかとかね、まあ、そこまで今考えなくていいよってとこまで先回りして考えると、まあ、いまいちうまくいってないという部分がありますんで、楽しんで取り組めるかどうか、まあ、これをね、ちょっとスランプに陥った時というかね、陥りそうな時、あれ思ったよりうまくいってないかな、なんで商品見つかんないのかなというのが出てきた時は、この商品扱ってて楽しいかと、ね、いうのをね、判断基準にしてやってもらうとうまくいきます。急がば回れとかね、いうことに近いですけど、儲けがお金って言ってやると、むしろ儲けが遠のいてっちゃうね。そのお金第一でやると儲けにくいという皮肉な結果になります。まあ、お金云々よりも逆に楽しめるかどうか、まあ、それを基準にするとお金は後からついてくる、ね、お金は後からついてくる。借金まみれだった時はあんな綺麗事で産んだわけねえだろって、金なきゃどうやってついてくるも何もね、金がついてくる前に俺がどっか落っこっちゃうかどっか行っちまうよという気持ちになることもあったんですけど、やっぱりね、たくさんの人に教えてると、楽しんでればお金は後からついてくる、あるいはね、人の役に立ってればお金は後からついてくる、いやこれは実に正しいなというふうにね思いました。まあ、このマネジメント革命、まあ、この本が特にね超最高に素晴らしいかどうかは分かりませんけど、まあ、何しろその、フロー状態に入ると運が良くなる、運を良くするためにはこの自由闊達にして、愉快になるというのがポイントだというのはね、非常に良い、
気づきというか再確認になったんでシェアさせていただきました。興味が持てる商品、楽しめる商品を扱って楽しく取り組んでください。 Amazon 輸出サポーター堀秀夫でした。